東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？湘南は今季の象徴するような守備のミスが出てリーグ戦5戦未勝利となった。前半11分にミッドフィルダー菊池大輔のゴールで幸先よく先制した。だがその3分後、防げたミスから流れを失った。ミッドフィルダー奈良輪優太がゴールキーパー村山智彦にバックパス、すると神戸フォワードペドロジュニオールが村山に猛チャージしてきた。村上の蹴ったボールはペドロジュニオールに直撃。ボールはペドロジュニオールの目の前にこぼれ、フォワード渡辺一馬につながれた。渡辺にゴールネットを揺らされ、あっさりと同点にされた。村山はいい時間に先制点が取れて、いい流れだったのに、自分のミスから失点してしまった。冷静な判断ができなかった。横に蹴るとかで切れれば、事故は起きなかった。まだまだ未熟です。チームに迷惑をかけてしまったとうなだれた。悪い流れは変えられず、同34分に逆転を許した。この日も2失点。これで5試合連続の2失点以上となった。守るランを止められない。失点は5試合でリーグワーストの12になった。